天下統一、内戦が終わって一つの大きな国家ができることです。日本においての天下統一は、戦国時代が収束して、日本全体が国として一つにまとまったことを天下統一と呼びます。今回ご紹介するスレでは、そんな天下統一について一致が素朴な質問をすることで、激しい論争が巻き起こったようです。スレ民たちに火をつけた論とはどのようなものであったのでしょうか。チャンネル登録がまだの方は、今のうちに登録しておいてくださいね。また、動画について何かあればコメントもよろしくお願いします。それでは、早速覗いていきましょう。戦国時代の天下統一ってどういうことなの？どうやったら天下統一なの？天下統一したらいいことあるの？天下統一したらすごくすごいだろ。全員から殿って呼ばれるの気持ちいいやん。逆らう奴がいなくなったらや。日本の場合朝廷という権威授与機関があるからまだわかりやすい。機内を支配下に置いて朝廷から認められる。関西だけじゃない？当時はそこが日本で残りはおまけだったから。中央を抑えれば OK。地方が逆らったら朝廷の名で征伐できる。一応織田信長が室町幕府にとどめを刺したことで戦国時代は終わりと言われているよ。そこから関ヶ原までが長いだろ。そこから関ヶ原って戦国時代じゃないんだよね。つまり天下イコール畿内という意味では、織田信長が室町幕府を平定した時に天下統一いわゆる天下布武した。その後、改めて日本全国を治めようという機運が高まり、豊臣秀吉が天下統一をした。朝鮮出兵に失敗して滅びるわけだが、天下統一そのものは争いがなくなり豊かな世の中になるということで、庶民からも望まれていた体制だった。信長の後目争いが続いて秀吉が取ったが、平民だったから幕府は開かず関白という役職に収まった。その秀吉の後目争いで武士たちがざわめいた。なんだかんだで三成が生贄になって家康の天下となった。もし戦国時代が信長の天下で終わってるなら、合戦でこれらを決めてるわけがないだろう。武士どもが覇権争ってたのが戦国時代なんだから。いろんな説があるみたいだよ。戦国時代の周期については、前期の織田信長が足利義昭にぐぐして上洛した A61 年、とする理解のほか、室町幕府が滅亡した天正元年を加減とする見解、豊臣秀吉が関東奥羽に総武事令を発布した天正15年、秀吉が小田原征伐でご北条氏を滅亡させ全国統一の軍事活動が終了とされる天正18年、久野島定根の乱を鎮圧し奥州仕置きが完成した天正19年とする説などがある。それは知ってるが信長や秀吉は畿内やせいぜい四国しか統一してないからな。中国九州欧州は野放し、それらを服従させたのは家康なわけで、当時の感覚では天下人がいたのだろうけど地方勢力はまだまだ屈服してなかった。そこで欧州遠征しようとしたところ関ヶ原が起きたわけで、それにたまたま勝てた家康が統一することとなって、これから後は戦いで挑んでくる奴はいなくなったんだから、それこそ天下太平だろう。微妙に間違ってる。秀吉の段階で地方も支配下になってる。ではなぜ欧州征伐が必要だったのか説明してみて。欧州は秀吉に従ってただろ。伊達政宗でさえ小田原参陣してんじゃん。関ヶ原が起きた理由を調べて。関東までだね。秀吉の時代までに平定してたのは、それより向こうは名目上は支配下でも、いつでも反乱できるようにしてたんだよ。家康はそれを潰そうとしたわけ。そして秀吉没後の後取りに力がなかったことも問題で、これがきちんと継承されてたら関ヶ原も起きないし、戦国時代も終わったと言ってもよかったわけだ。政治的には信長の天下で室町が滅んで一つの区切りはついたが、その権力を盤石にする前に信長は倒れた。秀吉もしかり、だから改めて戦争やって、家康が名実ともに統一したわけ。基本的に当時の武将は天下統一なんて目指してない。自分の国が豊かになってきたから、隣の領地をなんかしてもらえたら良いなレベル。みんな天下統一した足利幕府の凋落を知ってるから、なんであんなのやりたがるん？って武将が大半。有名な武将はみんな目指してたろ。小物はいくらでもいたのだろうけど。全国統一なんてのは概念として、あまりなかったのだと思う。今だと自然な発想だけど、当時は畿内とその周辺だけで、全国統一って感覚だったんだろう。地方は政治的には意味はなくても、軍事的には大いにあった。遠いから何企んでるのかわからないし、何かあってからの伝達も時間がかかる。突然大軍隊が押し寄せてきたら、退けるとしても大変な損害が出る。だから潰しておかないといけない。
そのためにまずは欧州征伐のために出陣したところ、三成が未だとなったわけ。みんなまだまだ天下狙ってたの。何か勘違いしてるな。信長秀吉家康が続いてると思ってそう。信長が死んだ後の後継者争いを勝ち抜いたのが秀吉。秀吉が死んだ後の後継者争いを勝ち抜いたのが家康。山崎の戦いも賤ヶ岳の戦いも、四国九州征伐や小牧長久手の戦いや、小田原征伐も関ヶ原の戦いも、その後継者争いの過程。少し勘違いしてるね。秀吉の政治的な跡目はちゃんと秀頼が継いでいるが、家康は関ヶ原を買った名目で、関白とは別に勝手に征夷大将軍を受けて幕府を開いている。征夷大将軍は武士の頭領で、いわば軍事政権だから関白の豊臣とは別の権威とも言えるので、江戸時代初期まで豊臣政権も並立していたと言える。家康としてはその体制はよろしくないから、イチャモンつけて豊臣を滅ぼしたのが大阪の陣。秀頼は関白じゃないけどね。すごく勘違いしてるな。全く見当違い。関白は秀吉と秀次だけ。秀頼は関白になってない。秀頼が継いだのは、豊臣家の家督であり政権ではない。つまり政治的な流れを言うと、信長による室町追放で天下人となり、この流れは豊臣に受け継がれた。これは江戸時代初期まで続いている。ただし、家康は武士として力をつけていき、五大老筆頭として関ヶ原を勝ち抜いた。これで家康は武士として最強となり、毛利も島津も改めて挑んだりしなかった。ここで群雄というか内戦は完全に終わり太平になった。ここでやっと戦国が終わったと定義している。その後家康は目の上の炭鉱部である豊臣を潰して、名実ともに天下人となった。豊臣の跡目がいたら、それを報じてまとまる可能性があるからね。家康のすごいところは我が子への継承だけでなく、徳川幕府が末長く続くように徹底的な配置替えを行ったことだ。そのおかげで長い間国内は安定したが、変わらないことは列強とやり合えないことでもあるので、急激な改革が必要となり維新へと繋がることになる。その維新を主導した薩長は徳川にやり込められてから、悲願の復活を果たし未だに国を牛耳っているのが皮肉である。政治的な平定と軍事的な平定があって、豊臣は平民だったから、軍事的な統領にならなかったことが、権力の二分を招き混乱を生じた。結局強い奴が正義だったから、軍事的に成功した家康が全てを手に入れた。この二重性が戦国はいつまで論争になっている。政治的には信長の室町追放まで、軍事的には関ヶ原まで、ということだよ。まあ、表向き従っていれば、それは一応定義上は天下統一でいいんじゃね？長年維持できるか否かはまた別の話だ。だから政治的な服従と軍事的なそれは別ってこと。軍隊は政治的な意志のもとに動かされるものでは？天下イコール機内って説は最近よく見るけど、それなら信長が無党征伐を口実に、無理やり朝倉芝こうとしたことの説明がちょっと難しくなるのよねん。潰さないとまとまってやばいから早めに潰した。昔は機内は文明、それより他は野蛮ということになっていたから。後立政宗の反抗的な動きを根拠に、秀吉が天下統一してない、家康はしてるって主張も奇妙。それなら松平忠輝が幕府の政宗と組んで倒幕を企んだという噂があった。少なくとも忠輝と幕府に緊張関係が生まれたことを考慮しないとダメだよ。あと政宗は慶長遣欧使節の件もあって、家康の死後も怪しい動きがある。政治的にはしてる、軍事的にはしてないと説明してるから読んで。お前の軍事的はお前の前定義でしかない。いえ、現実です。だから関ヶ原が起きた。むしろ生前天下統一してたから、死後に起きたのでは？統一してなかったから存命中に起こると思うよ。秀吉には後継者問題あったから、もともと関ヶ原みたいな争いに発展しやすかった。俺は秀頼が10年早く生まれてれば、少なくとも関ヶ原は起きなかったか、あるいはもっと後に起きたと思う。軍事的服従がどうというより、軽視に恵まれてたかどうかに過ぎない。秀吉の不運は後継ぎのタイミングが悪かったのはそうだけど、側室がいた時代にそれは本人のせい、あとやはり軍事の統領にならなかったのが間違い、家康の台頭を許したのも間違い、権力を集中しなかったのが何より間違い、なんだかんだ文句つけて五大老なんて、解散させるとか余計な軍備させないとか、できる立場になればよかった。家康はそれを見てるからそうした。伊達政宗は家康死後も怪しい動きがあるので、家康も天下統一してないことになる。んなバカなと俺は思うので、総武事例から反抗的な奴らを、一通り縛り倒した秀吉も、
天下人でいいと思います。政治的にも軍事的にも反乱は起こしてないから統一してるよ。むしろ生前天下統一してたから死後に起きたのでは？統一してなかったから存命中に起こると思うよ。俺は秀頼が10年早く生まれてれば少なくとも関ヶ原は起きなかったか、あるいはもっと後に起きたと思う。軍事的服従がどうというより軽視に恵まれてたかどうかに過ぎない。本人のせいだけど、それは軍事的にどうという話ではないはずだよ。家康だって子供や甥がいなければ、秀吉と同じ運命だった。でもそれは軍事的な話ではない。不妊症が原因だったという話。本人がどう思ってたのか知らんが、秀吉は自分が天下取ったことで、満足したんじゃないのかね。平民言うても家康だって源氏とか嘘に決まってんだし、ゴリ押しすりゃよかったわけよ。そこまでやらなかったのは、世襲に興味なかったんじゃねえの知らんけど。しかしまさか、家康が息子を徹底的に潰すとまでは、思ってなかったろうね。畿内を天下とするならすでに三好長慶が天下統一していた。いかがでしたでしょうか？小学校の教科書をそのまま信じるのでしたら、秀吉が天下統一したで、いいのですが、様々な説があるようですね。あなたは、どの時点で天下統一がなされたと思われますか？コメント欄にて、教えていただければ主が大変喜び小躍りいたしますので、よろしくお願いいたします。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。励みになりますので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。